苫小牧市一本松町の道道です。道路が冠水し、水しぶきを上げて車が走っています。中には立ち往生する車も見られました。道東自動車道では土砂崩れによって、追い分け町夕張間が両方向で通行止めとなっています。道内は台風10号からの湿った空気の影響で大気が不安定な状態となり、各地で大雨洪水警報が発表されるなど、局地的に激しい雨となっています。この影響で JR は函館線や千歳線、室蘭線など特急22本を含む108本の列車が運休しています。